はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、レジェスだけで、今回は神戸対トッテナムのね、一戦を見に来ました。ちょっとね、あと10分ぐらいで試合始まっちゃうんで、まあ、とりあえず急いでいこうと思います。まあね、ソン・フンミンとか大迫、ちょっと注目して見ていきたいですね。先発確認してないんで、誰出るか分かんないですけど、応援頑張っていこうと思います。レッツゴー。ただね、C 東京の試合の時は結構ね、あの屋台とか出てるんだけど、今回ね全く屋台ありませんね、この辺。今選手入場します。とりあえず一旦ね中入れたんで席向かいます。オルラです。ご飯を成城石井で買ってきたんですが、醤油忘れました。マグロの臭みがなくて美味しいですね。打て打て、わあ惜しい。大迫が決めた。おお、ナイスゴー。あ、相手のクリアミスを決めたね。ナイスゴー。いやー、これぞストライカー。トゥナムが同点追いつきましょう。切り返して、うまっ。いやー、ディフェンスまんまと騙された。あー、やっぱ武藤と大迫ちょっとレベチだな。花火上がってます。前 FC 東京の乃木坂のねライブの時も花火上がってたな。こっからブライトンの時も上がってる。ブライトンの時も、ハーフタイムになったんでね、ちょっとね散策していこうと思います。貴重なね肉スタ丼は、まあねいつでも販売しておりますね。この前食べたけど、なんかそこまでめちゃくちゃうまいってわけでもないんで、まあね、おすすめはそこまでしません。お、こちらは、プレーンドッグ。わ、いいね、ドッグ。ソーセージ美味しそう。やっぱね、こう見てみると、ソンのユニフォーム着てる人がね、もうほとんどですね。ソン・フンミン、大人気です。まあ、いろんなキーホルダーとか、いろんな商品あります。なんかね、このぬいぐるみね、あの外ではね、売り切れになってました。すごい人気っぽいですね。なんかね記念品買おうと思ったんですけど、もう中激込みで、しかもね商品もうソン・フンミンなんてね一つもない。他の選手のタオルとかあるんだけど、ソン・フンミンのね、タオルとかもう全くなかったんで、もう諦めました。ちょっとねグッズ見てたら、後半開始したので、急いでね席戻りたいと思います。武藤も大迫も変わってしまいました。おお、ここでソン・フンミンがボール来た。おお、うまい。うま。キーパーの位置しっかり確認して。いや、これ神戸キーパーも変わってます。いやー、ナイスゴール。リンドウ。いやー、剥がすのうまいな。取ってな、剥がすのうまい。カウンター。えぐえぐえぐ。早いよね。いや、ここ、これソフミ。いやー、から強い。遊ばれちゃってるよ。リング来い、打て。あー、惜しい。さあ、ここでソン・フンミン交代です。いや、会場からめっちゃ拍手。ヴィッセル交代。えぐ、パトリッキリッキームーア、なんと俺と同い年。やばいね。いやー、ここで試合終了。やっぱトッテナムのレベルね、個人個人のレベルがめちゃくちゃ高い。トッテナム随所でね、いいプレー結構見えてたんで面白かったですね。ナイスプレー。ちょっと今日はね FC 東京と違ってちょっと民度悪すぎでしょ。ゴミそのまま置いて帰ってる人多すぎますよ。最後まで動画見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。